平成22年5月11日火曜日、総理大臣官邸で IT 戦略本部を開催。国民主権の社会を確立するための新たな情報通信技術戦略を決定しました。規制自体をもっと徹底的に正すべきものは正していきたい、このようにも考えておりまして、皆様方のこういった情報通信に対する情熱をまさに国民の皆さん本位、使い勝手のいいものにしていくため、新しい世の中がそれで生まれたぞと思っていただけるようにしていくために最大の努力を私どもも行ってまいります。午後には衆議院環境委員会に出席、地球温暖化対策基本法案に関する質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、イスラエル国のアビグドール・リーベルマン副首相兼外相の表敬を受けました。12日水曜日、消費者庁で開催された安全安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議総会総合戦略部会合同会議に出席しました。社会的責任のこの共同の在り方、この会議そのものが新しい公共そのものではないかと、むしろそう思っておりまして、私が描く友愛の社会の原点をこの場に見るような思いがしているところでもございます。総理大臣官邸に戻り、政府民主党首脳会議を開催しました。13日木曜日、総理大臣官邸で福井県の西川一成知事から高速増殖炉モンジュの運転再開に関する報告を受けました。午後には衆議院本会議に出席、政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法などの一部を改正する法律案に関する質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、ナバネセム・ピレー国連人権高等弁務官による表敬を受けました。14日金曜日、総理大臣官邸で第7回新しい公共円卓会議を開催、新しい公共宣言案等について議論しました。今までの世の中がやはり、もたれ合いであった、これからは支え合いだと、一人一人が自立心というものをベースにしながら努力をしていきながら他者というものを認めて支え合っていく世の中である。そこにはむしろ市場というものも生まれ、経済活動も生まれ、そしてそれを通じて活力というものが生まれるんだということでございます。またソーシャルのコストも結果としてそのことによって幸せがより増えるにもかかわらず社会的なコストというものは減るという非常にある意味での理想的な世の中に変わっていくと思います。